はい、こんにちは。日本改革徳澤です。人生に乾杯様、ご支援ありがとうございました。ありがとう頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。何度もご支援恐縮であります。今日は2度目の実は撮影でございまして、夕方上げた動画はですね、どうしても爪の審査を通りますんで、やめえず断念いたしました。ニコニコには載せてますんで、見たい方はニコニコ靴沢でご検索ください。メール登院の方にはニコニコのリンクをお送りしてあります。また今日は今から撮った動画でですね、もう一本メルマガ作って号外で、発送しようと思っております。先ほど床屋に行ってまいりました。自分の想定よりもかなりがっつりと短くされてしまいまして、これじゃあなんつうのかな、ジャーヘッドモヒカンっていうのかなってちょっと思いまして、短くしてくださいって言ったら、はいわかりましたって、あのバリカンでジャー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 やられちゃったんですけどね。まあしゃあない。靴沢良治のウィキペディアができていました。ハードルがすごくて写真載せんの断念しております。なんかいろんな決まりがあってですね、どなたか詳しい方いらっしゃいませんか、ウィキペディアに写真を載せる技術のある方、頼りたいと思います。地方議員を目指していただく筑紫部長を募集中なんですけれども、 NHK がですね、行儀の悪い下請け集金人を辞めて職員中勤人に切り替え、危険が減ったので、電話で集金人と怒鳴り合ったりですね、現場で怒鳴り合ったりとかですね、そういうことも、減ったので、だいぶ減ったので、男性限定をやめました。女性の方も筑紫部長にご応募ください。よろしくお願いいたします。動画説明欄もっと見るをクリックしますと、バババッと開いてですね、その中に筑紫部長募集のリンク貼ってありますので、そちらからよろしくお願いします。琉球新報ひろゆきに取材申し込み。ひろゆきいいっすよ、言った言わないを下げるために取材を生放送します。琉球新報取材取りやめ琉球新報の都合で取材中止だって、ひろゆきさんバラしておりました。ネットの反応です。どんだけ生放送怖いんだよ、切り張りができないもんな、ドタキャンとか失礼なやっちゃな、ビビってんじゃねえよ。琉球新報加工できんと勝負になりません。どんな事情があったにしろ切り取り捏造できないから逃げたとしか思われんだろこれ。まあその通りなんじゃない。仮にも報道機関が逃げちゃダメでしょ、延期じゃなくて中止って、都合が悪いって、まあ延期この日はダメです、19日ダメです、ってなったらしいんですけどもね、中止だって。警察の取り調べの可視化については熱心なのに取材の可視化は消極的なんだな。避けたいですね、取材の可視化は避けたいですよねこいつらは。生放送から逃げたことは明白であります。切り張りできねえから、嘘つけねえから、ドタキャンね、延期じゃなくて中止って恥ずかしくねえのかなって。全然あいつら全然恥ずかしくねえ、恥知らず。恥をしたら琉球新報なんか勤めてられませんよ。やつらみんなね、人民軍の侵略を待ち焦がれてるような国賊売国奴、日本人の敵ですからね。日本人にどう思われてもいいわいぐらい思ってんじゃね。日本人の敵どもは真実がバレることが痛いであります。例えばですけど NHK 総資産 1.26 兆円とか、NHK 職員1人当たり4600万円の年金基金を持ってるとか、自民党連のドンだった千代田区の議員の内田なんとかさんって人もいろいろバレて活動停止しましたしね。まあ人を、真実ほど人を傷つけるっていうのは、まあ何も悪口のことばっかりじゃなくてね、バレるのが、バレるともう立ちどころにもうダメだっていうのがありますよね。爪の審査、通んなかったと思われるニュースに関連してなんですけども、鍋スープのアマゾン売上ランキング1位、エバラ担々ごま鍋、そうなんだ今度食ってみっかな。2位、味の素まろやか豆乳鍋、3位、恵方源マーラー鍋、これめちゃくちゃ辛いやつ、みたいです。火鍋って書いてありました。
4位一匹赤から鍋、これも辛いですね。5位山木豚しゃぶ鍋、6位みつかん鶏パイタン鍋、7位エバラキムチ鍋、8位みつかん塩ちゃんこ鍋、9位みつかんゆず塩タイ、あ、ゆず塩鍋、10位味の素鶏うま塩鍋、どれもうまそうですね。食ったことねえな、鶏パイタン食ったことねえな、豚しゃぶも食ったことねえな。一番食べられると思われるすき焼きとか、あの水炊きは、まあ、あの家庭にある調味料でできるからわざわざ元買いませんもんね。そういえばね、すき焼きはあの醤油と酒と砂糖ですよね。結論ですけど、富士はいいともでやらかした頃と全く変わっていない。1万人に抗議でも起こされても報道せずになかったことにして変わらなかったんだから、もう何があっても変わらないでしょうね。富士でも同様にですね、 NHK スクランブルでもを無視しているテレビ局全部もう変わらないでしょうね。良くなることはありえないだろうな。立憲民主党のお前が言うな炸裂であります。岡田和也総理、そういう答弁してるからですね、支持率が下がっちゃうんですよ野党。そうだそうだ、支持率一桁からのありがたいお説教、下半身すっぱだかのやつがお前チャック開いてるぞ言うがごとし、例えがうまいですね。やっぱあの国会始まると毎日面白いですね。ネットのです、お家芸のブーメラン炸裂、毎度のギャグをありがとう。笑ってはいけない国会24時、支持率を下げることには自信が、自分らの支持率アップを少しは考えや。岡田はカウンセリング受けた方が時事通信の最新調査ですね、立憲の支持率は 3.6%、 3.6%、 100人中有権者100人中3人か4人しか支持してないとこ、にですね、そんなんだから支持率下がるんですよって言われてもねお前が言うなとしか言いようがないよね。確かなブーメランゲーと評されるけど、一度も手離れてないうちに戻ってきてない。投げて投げない別に、手に持ったブーメランであの自分の額ぐさぐさ突き刺してるイメージあんですけど、どうなんでしょう。2012年の衆院選年末のでボロ負けして、どうしてこんなことになったのかって言った岡田克也多分理解してないよ、これがブーメラン。そうだそうだってやじった連中も分かってないよ。出なければね、何度も何度もこんなこと繰り返さねえもんね。なんせあの野党転落後にですね、なぜこんなに嫌われちゃったんでしょうかってアンケート調査やっちゃったもんね。評価の高かった回答は、そんなこともわからないところが嫌い、そういうとこが嫌いというものでした。立憲笑えない国会劇場なんですけれども、杉尾秀也って読むのかなこれ、平壌に連絡事務所を作って国交正常化と経済協力できないかとか国会で言ってしまいました。世論です。北朝鮮大喜び、ミサイル撃ってくる国に経済協力、日本人拉致したら経済協力してもらえると。何言ってんのこの人、 J アラートご存知ないの。お前が行け、そして帰ってくんなこれいいっすね。昨日の田英氏といい、元 TBS の杉尾といい、ブレないスパイですね。そんなことしたらあの日本人を誘拐すればミサイル撃てば経済協力が得られるなんてことになって余計にひどくなりますよね。グアムに届く弾道ミサイル手に入れてアメリカだってピリピリしてるのにね。アメリカさん、杉尾を叱りつけてくんないかな。我々おっさんお嬢さんが頑張って、早いとこあのスパイ防止法作りましょうね。私が生きてるうちにスパイ防止法作りたい。朝日新聞も倒産させたい。NHK は解体させたい。私が生きてるうちに、この目で見たい。という野望を私は持っております。というわけでメール等員大募集であります。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。